どうも、ラブミードゥです。ラバチ先生です。今日は、黄金のリンゴ水の活用法を紹介したいと思います。こちらもお水を作っております。怪しいですかね。そう思われちゃうかもしれないんですけど、これリンゴ水の、活用法なんですけども、中は水です。リンゴ味ではないです。私がリンゴをモチーフにこう作っているんで、リンゴは神様の、黄金のリンゴは神様のこう食べ物だったりとか、竜が黄金のリンゴを守っているとか、そういう、言い伝えの中で、作られているんでこう使ってるんですけども、このですね、お水をですね、パワースポットとかに行った時に、その場でこう飲んでもらう。そうするとそこのパワースポットの大地の気を体内に入れて、家に持ち帰ることができるので、いい気を体に取り入れて運気を高める時にこう使ってほしかったりとか、でこの空いたお水の容器で、そのパワースポットにある神社とかにある、ご神水とかお水取り用にお水を入れて持って帰るのにこの容器を使っていただけたらなと思っております。こうピンク系のが恋愛に使っていただいたり、金色が金運にアップ、金運アップに使ってもらったり、緑が、健康運とかに使ってもらえたりとかするといいかな。で、後ろにここに使い方なども載っております。ぜひ開運に使ってみてね。バイバーイ。